第2部は平和都市宣言記念事業コンサートと題しまして、2つのプログラムを用意いたしました。最初に大田区観光 PR 特使を務めてくださっているシクラメンの皆さんの歌声をお楽しみいただきましょう。大田区では知る人ぞ知るグループシクラメンですが、簡単にご紹介させてください。大田区蒲田で産声を上げ、現在は3名で活動を続けていらっしゃいます。聞けば聞くほど味が出るというスルメサウンドを引っ提げ、聞く人の心に温かさと優しさを届けてくださっています。それではお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、画面の向こう側の皆さん、どうも改めましてシクラメンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らは東京都大田区生まれ、はい、大田区育ち、若干1名大田区生まれではありませんが、はい、私たちは大田区観光 PR 特使としてこの町を愛し、この町で活動しております。現在、世界はこんな状況ではあります。日本も大変です。少しでも音楽で皆さんに元気を、分け与えられるように思いっきり心を込めて歌いますので、画面の向こう側で手拍子をして一緒に楽しんでください。それではまず大田区といえば羽田空港、羽田空港といえばこの曲、スカイウォーカー。僕らがまだ知らぬ世界で君を探す声が聞こえるよ。今度アモの向こうも川へ旅立つと羽ばたこうスカイウォーカー。画面の向こうのみんな一緒に楽しんでいきましょう。会場のお客さんはいないけど、関係者の皆さんも一緒に手拍子して楽しんでいきましょう。よろこもう、yeah! 振り返るとここまで来たんだ。足跡があった、ちゃんと進んでたんだ。少しずつ点が線となって、大きな円を描く。恐れても立ちすくんでも答えは前の道だけじゃないよ。飛ぶための向かい風受け止めて、どんどんどん、もっと遠くへ情緒つけて高く飛ぶんだ。自分を信じ夢いっぱい詰め込んで、僕らは歩き続けてゆく。光探し求め描いてく、あの雲の先の先を見に行こう。僕らがまだ知らぬ世界で君を探す声が聞こえるよ。今度青の向こう側へ手拍子よ。画面の向こうで届いてるかい。下ばっか見ても止まらんぜ、なんか人生うまくいかないって、そんな時もあるだろう。でもそんな時こそ旅に出ろう。さあ部屋から飛び出て広い世界へ羽ばたけ。ネガティブな自分に今すぐさよならお別れ、バイバイ。新たな自分を見つけるために貸し取るよホリデー、hey! 夢も希望も不安も全部キャリーに詰め込んで、yeah! 準備は終わり、ブーレイ高鳴り、こっからフリー、旅の始まり。もっと遠くへ、hey! 風に乗って高く飛ぶんだ。未来を信じて夢いっぱい詰め込んで、僕らは歩き続けてゆく。光探し求め描いてく、あの雲の先の先を見に行こう。僕らがまだ知らぬ世界で君を探す声が聞こえるよ。この青の向こう側へ旅立つ本を羽ばたこうスカイウォーカー。広げて飛ぶんだブルースカイ。
僕らは歩き続けてゆく光探し求め描いてくあの雲の先の先を見に行こう僕らがまだ知らぬ世界で君を探す声が聞こえるよこの青の向こう側へ旅立つぞ羽ばたくスカイウォーカースカイウォーカーでした。この曲は、羽田空港国際線の応援ソング、応援ソングになってますね。大田区の皆様、私たちシクラメン、はい、実は大田区の曲いっぱい歌ってるんでございますよ。そうなんですよ、ねえ、本当大田区愛しております、はい、改めましてシクラメンです。よろしくお願いしま す, お願いします。知らない人はね、検索とかしてもらえるとね、結構出てきますよね。意外と出てくる。そう、大田区もね、結構いろんなことやってますので、あのですね、はい、冒頭でも言いました、はい、もう今ね、世間は、はい、コロナウイルス、こんな状況ですよ。そう、そして日本は、ね、そう、豪雨があってさ、豪雨が大変ですよね、こんなにもきついかってぐらい今きついんですよ、はい、うん、ね、地震がね、他の国であったり、世界がこうきつい、うん、最近この平和についてたくさん考えるようになりました。そうだね、うん、やっぱりちょっとね、やっぱね、 SNS 上でもちょっと心がね、まあ、ギスギスしてるというか、まあそうだね、ちょっとピリついてるような雰囲気も感じるじゃない、うんうん、そうだね、だからこそやっぱり平和って、僕は多分体のね、健康も一番なんだけど、うん、心が健康じゃないと平和になれないと思ってるんです。それは確かに。だからやっぱり、まあ、単純かもしれないけど、うん、こうやって音楽を聴いて楽しむとか、うん、仲間とね、こう連絡取り合って笑うとか、うんうん、そういうのが平和につながってくると思います、ね、うん、でもそれでもやっぱりどんなことをしたって毎日は生きていかなくちゃいけない。仕事はね、行かなくちゃいけないし、やることたくさんあります。でもそんな時に何ができるか、やっぱり仲間が、僕たちアーティストがみんなの背中を支えること、それが僕たちの役目だと思っています、こんな時代を生きるみんなに、毎日頑張るみんなに応援歌を届けます。聴いてください、エール。くれくれ頑張れ、今君に届け、泣いたって転んだとしたって、君を支えるから、届け、いつ見てもいい、拳を上げて届いてくれ。毎日毎日ご苦労様、頭抱えて大変だよね、無理してないか、頑張りすぎてないか、心配になるよ、時に肩の力を抜いて、気楽に前を向いてみればいいんじゃない、力じゃ見えないものが意外とすぐそばにあるかも、心の真ん中一歩おかしだろう、立てて自分に誓って、できると信じることが大切、それさえぶれなければ、諦めなければ、光は見えるから、何も恐れず挑んでくれ、支えるから、ふれふれ頑張れ、今君に届け、泣いたって転んだとしたって、君を支え続けるよ、ふれふれ頑張れ、こうやってください。一人じゃできなくても、誰かとその手を強く握り合えば、希望という名の力が溢れ出してくる、フレフレ頑張れ、今君に届け、泣いたって転んだとしたって、君を支え続けるよ、フレフレ頑張れ、伝われ
に新エールを送りましょう。いいよ、僕らから皆さんにエールを送ります。いきますよ。ありがとうございます。負けてられっかっちゅう話だよ。本当ですよ。もうさ、今日は大田区の平和の記念式典ということで、僕たち毎年この日の花火大会は小学校の頃から楽しみにしてる。そうだね。もう何年中止なんだ。そうだ、続いてます。コロナのせい、はい、雨のせい、はいはい、ね、でもそれでも私たちは平和というものを掴み取っていくしかない。はい、本当この窮屈な毎日の中でも平和って必ずあるんです。それを僕は今みんなに伝えたいと思う。はい、何が一番平和か、はい、それはですね、子供たちの笑顔だよ。そうなんです。なので今から平和を呼び込んでいいですか。これぞ平和、これぞ平和という、僕たちが一緒にこのアプリコでもね、ワンマンライブした時に一緒に舞台に立ってくれた T パッション。わーい、T パッション、平和来たよ。平和が続々来たよ。見てください皆さん、これはもうこの笑顔が未来です。かわいい、ね、この笑顔が平和です。目に見える平和ですね。これがなんかちょっと俺、あの喋り方が村西徹っぽいんだよな。なんで？お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれませんみたいな喋り方になってる。そうだね。ちょっと司会者みたいな。司会者みたいな。本当に画面の、はい、向こうの皆さん、何度も言います。今日は平和の記念式典です。平和というものはみんなの心の中にあると思っています。はい、本当に、少しでも笑顔が増えるように、僕たちはその笑顔をお助け、ね、したいから、はい、こうやって楽しいライブだったり音楽を作っています。あなたがもし悲しくて笑えないとき、それをね、本当に僕らが少しでもサポートできるように、これからも楽しい歌、心のこもった歌、どんどん届けていきます。今日は最後の曲になりますが、はい、この T パッションのみんなと笑顔で大田区観光 PR の代表曲、はいはい、あの曲を、歌いたいと思います。皆さん、きつい時には手を叩いてください。そうしたら歌が聞こえてきます。笑顔になります。最後の曲、聴いてください。手のひら叩けば。一緒に手をひら叩いて、はい、笑顔になりましょう。歌が聞こえたら、思うまま踊ろう。やることなら置いといて笑おう。さあ元気出して。昔はさ、もやもやなんて遊べばすぐに忘れた。だったそれだけで明日へ一歩にお散歩向かってた。無敵な心が素敵な大人へ。どんなに時が経ってもいつまでも変わらない。軽快にダンス、陽気にワンツースリー。商店街を歩けば今日も流れてるドレミファソラシド。楽譜はないけど心のタクト、せーので振って奏でよう。今でもさ、まだまだ暗いニュースはなくならないけど、ちょっとでも多く明日も幸せのかけら探してく。小さな喜びだって、いつの日か積み重なって、いざも叶えてる。小さな期待が笑顔。
ちゃんとシクラメンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, my end。 いや本当こんな状況でも、たくさん見ていただいていると思います。スタッフの皆さん、そして画面の向こう側の皆さん、みんなで笑顔になって幸せをつかんでいきましょう。改めてティーパッションとシクラメンでした。ありがとうございました。シクラメン、そしてティーパッションの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ハネピョン、ハネピョンもありがとう。ハネピョン、こっちに来られるかな、大丈夫かな。ハネピョン、おいでおいでおいで。あ、どうぞどうぞ。ハネピョンもコンサートで一緒に踊ってくれたのね。どうもありがとう。さっきも、平和記念の式典に、参加をしてくださいましたけれども、皆さんハネピョンご存知ですか。ハネピョンは大田区政70周年記念で生まれた大田区の公式 PR キャラクターなんですよ。ハネピョンはいろいろな会場に行ってるんだよね。いつもいつもあちこち行って疲れない？大丈夫？ハネピョンの元気のもとは何かな？もしかしてそこにかけてあるお風呂桶にタオルっていうことは、元気を回復するためにはお風呂かな？当たりかな？ね、ハネピョンはお風呂が大好きなんです。ね、毎日お風呂に入っていますか？あ、そう。いろんなお風呂屋さんに行ったのね。うん。あんまり長湯をして湯あたりしないように気をつけてね。そして皆さんご覧のようにハネピョンのお洋服のピンクのひらひら、これは何だか分かりますか？これは桜の花びらかしら。桜の花びらをかたどっているよね。そしてハネピョンの頭は何かな？大田区といえば羽田飛行場がありますよね。羽田空港の飛行機を模しているのかしら。もうまさに大田区そのもののハネピョンでした。今日は式典とそしてコンサートと参加をしてくれてどうもありがとう。また大田区のいろいろなイベントや会場で皆さんと触れ合ってくださいね。ハネピョン、どうもありがとうございました。ちょっとハネピョンが、元気そうに踊っていたのでお話を伺いました。そして先ほどステージを務めてくださったシクラメンの皆さん、パワフルな歌声とおしゃべりを届けてくださいましたが、まだご存じない方はぜひ YouTube をチェックしてみてくださいね。じゃあハネピョンは疲れたと思うからまたね。さようなら。ハネピョン、ありがとうございました。余計なおしゃべりかもしれませんが、先ほどのシクラメンの皆さん、実はデッパさんは今年の5月に、そして電球さんは7月にご結婚なさったようですね。また肉団子さんはもうすでに結婚していらっしゃいますが、2人目のお子さんが生まれたようです。ちらっと小耳に挟んだので情報をお届けいたしました。さあ続いてお送りいたしますのは木村由美さんのステージです。ライアーを手に素敵な歌声を響かせてくださっている木村由美さん、皆様もよくご存知かと思いますが、お名前に馴染みがない方でもスタジオジブリの映画千と千尋の神隠し主題歌いつも何度でもを歌っていらっしゃると申しましたら、あら、よく知っているわと思われるのではないでしょうか。同じスタジオジブリの映画ハウルの動く城の主題歌も手掛けていらっしゃいます。映画では確か倍賞千恵子さんが歌ってらっしゃいましたよね。木村由美さんは高校在学中に単身アメリカに留学され、カリフォルニア州立大学でピアノを学んだ後、ドイツ発祥のライアーと出会い、その音色とともに弾き語りの世界を確立なさいました。癒しの音色と言われるライアーの深く透明な響きはまさに
ライアーそのもののような木村由美さんの歌声と相まって皆様の心に届くのではないでしょうか。そろそろ会場の準備も整ったようですね。木村さんいかがでしょう。はい、はい、はいというお返事をいただきました。本日伴奏はピアニスト中川俊夫さんです。それではステージの始まりです。木村由美さんお願いいたします。呼んでいる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい。悲しみも数え切れないけれどその向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその旅、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて皆さんこんにちは。今日はこの終戦の日に、この大田区の平和記念コンサートにこのように私も参加させていただき、そして、演奏させていただきますことをとても嬉しく思っております。シクラメンの皆さん、そしてティーパッションの皆さんの素敵なステージのに続きまして、今度はちょっと雰囲気が変わりますけれども、歌をまずこのドイツの盾ごとライアの弾き語りで、お届けしたいと思います。
音楽を通して、皆様とご一緒に私たち一人一人の心の平和、そして世界の平和へ、思いを向け、そしてご一緒に祈ることができればというふうに願っております。最後までお付き合いいただけましたら大変幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。今最初に、お聴きいただきました曲は、今からちょうど20年ほど前に、公開されました宮崎駿監督の映画千と千尋の神隠しの主題歌として知られています、いつも何度でもという曲でした。実はこのいつも何度でもという曲は千と千尋の神隠しのために、作った曲ではなくて、ちょうどその前に宮崎監督が進めていらっしゃいました煙突火器の凛という企画のために、作詞の賀来和歌子さんと共作させていただいた歌でした。大地震に襲われた東京が舞台の物語 でそんな被災した町の非常に厳しい悲惨な状況の中でも一生懸命生きようとする少女が自分自身を励ますために口ずさむ歌という、そんなイメージで作った曲でした。ありがとうございました。では続いてもう一曲、このドイツの盾ごとの弾き語りで、聴いていただきたいと思います。盾ごとと言いますと、多分皆さんの中にはビルマの盾ごとという市川崑監督の映画を思い出される方も多くいらっしゃるかと思います。第二次世界大戦下のビルマで多くの仲間を失い、そしてその戦友の慰霊のために、自らも僧侶となってビルマに残る決心をする主人公を描いた大変感動的な作品でしたけれども、今度はそのビルマの盾ごとという映画の中で主題歌としてやはり盾ごとと一緒に歌われていましたイギリスの民謡羽生の宿を歌わせていただきたいと思います。今日はその羽生の宿、ドイツの盾ごとの弾き語りで聴いていただければというふうに思います。1番と2番はオリジナルの英語詞で、そして、3番は日本語詞で、歌わせていただきたいと思います。お聴きください。Peace of mind, dear.
羽生の宿お聞きいただきました。ありがとうございました。ではここで本日の私の共演者に登場願いたいと思います。私の夫なんですけれどもご紹介いたします。作曲家でピアニストの中川俊夫です。どうぞお入りください。主人 の一番の専門は現代音楽の作曲なんですけれども、テレビの CM 音楽の分野にも長く携わっていまして、ね、サントリーウーロン茶シリーズをはじめとして、まあ、今までそちらの方でも作った曲は何曲ぐらいでしたっけ。そうですね、大体ざっと600曲ぐらいはあると思います。そんなになりますか、ね、はい。そしてまた私のコンサートでもこのように編曲やピアノ演奏でサポートしてくれています。はい、では今度は2人でお届けしたいと思います。やはり宮崎駿監督の映画からの曲になりますが、映画もののけ姫、からカウンターテナーのメラ・ヨシカズさんの歌で知られています主題歌もののけ姫を今度は聴いていただきたいと思います。この映画では人と森との対立、そしてまた人と人との対立が重要なテーマの一つとして描かれていましたけれども、主人公アシタガが最後に共に生きようというふうなふうに、そんなセリフがあるんですが、それがとても私には印象的でした。ではそのもののけ姫、お聴きください。
ありがとうございました。映画もののけ姫から主題歌もののけ姫お聴きいただきました。では次はスペインのカタロニア地方の民謡なんですけれども、鳥の歌という曲をお送りしたいと思います。この鳥の歌という曲はカタロニアの出身で20世紀のチェロの巨匠として知られているパブロ・カザルスがたびたび演奏したことで世界に知られるようになった曲なんですけれども、特に1971年の国連デー記念コンサートで94歳のカザルスがカタロニアの鳥は空高く舞い上がってピースピースと鳴くんですと語られてから演奏された鳥の歌は全世界の人々に感銘を与え、今でも語り継がれています。この鳥の歌という民謡はもともとはクリスマスの歌なんですね。イエスの誕生を知って鳥たちが歌いながら祝いに集うといった意味の歌詞の歌なんですけれども、今日はそれとは離れて、市倉ひろしさんのによる日本語詞で、鳥の歌をお届けしたいと思います。お聴きください。隔てる
ありがとうございました。鳥の歌、市倉博さんの日本語詞で歌わせていただきました。では今日の私どものステージ最後にもう一曲、お送りしておしまいにさせていただきたいと思います。1950年代のアメリカのゴスペルソングの中から、I believe 私は信じるという歌を最後に、お届けしたいと思います。これはオリジナルの英語の詩で歌わせていただきたいと思いますが、意味はと言いますと、雨の一粒一粒が花を育てることを私は信じます。真っ暗な夜でもどこかで必ずろうそくが灯っていることを私は信じます。さまよい迷う人のところには必ず誰かが道を示しにやってきてくれることを私は信じます。嵐の上からでも小さな祈りがみんな聞かれていることを、そして、誰か偉大なところで全ての言葉を聞いていることを私は信じます。生まれたての赤ちゃんの泣く声を聞くたびに、緑の葉っぱに指で触れてみるたびに、大空を仰ぐ見るたびに、どうして私が信じるのかが分かります。そういう意味の歌です。では最後です、最後になりますが I believe お聴きください。Somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe.Storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the crate somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why.Storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the crate somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why.中川俊夫さん、ありがとうございました。まさに体中に染み渡るようなそんな歌声でした。さあ、それでは木村さん、中川さん、どうぞステージ前にお越しください。シクラメンの皆さん、ティーパッションの皆さん、ステージにお越しください。
コロナの感染拡大が懸念される中ではございましたが、こうして大田区平和都市宣言記念事業が開催されましたこと、そして区民の皆様と共に平和について思いを馳せることができましたこと、本当にありがたく思います。それでは本日この場に集った皆さんと共にお別れいたしましょう。よろしいですか。以上をもちまして大田区平和都市宣言記念事業式典コンサートを終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんさようなら。さようなら。さようなら。またね、皆さんとお会いできるまでどうぞお元気で。ありがとうございました。